1>, 1階日産クロッシング4階ソニー銀座プレイスは東京都中央区銀座5丁目の銀座4丁目交差点にある展示場、物販店舗、飲食店舗、駐車場からなる再開発の複合商業施設。銀座プレイスは株式会社ツレアと札幌ホールディングスグループ参加の札幌不動産開発株式会社との共同再開発事業。立地的には 商業都市である銀座の中央部に位置する人通りの多い銀座中央通りと晴海通りの交差点に面する高立地である。この土地は1911年にカフェーライオンが開業した土地であり、1931年に大日本ビールと朝日ビールに分割されたの所有となった札幌グループにとって歴史ある場所である。建物の特徴としてファサードを重視したこと、 銀座の街並みとの調和を図り、新たなランドマークとなるようデザインを目指し、伝統工芸のフレットワークの技法をイメージしている。また、建物地下1階において、旧ビルと同様、東京メトロ銀座線の銀座駅と A4 電口で接続する。建物完成後は、旧札幌銀座ビルに入居していた、札幌ホールディングスグループのビアホール、銀座ライオン、連れ屋銀座店。 日産自動車等が再入居する。また、ソニーも、銀座ソニーパークプロジェクトに伴いソニービルを2017年3月で営業終了、2018年から2020年までは、銀座ソニーパークと称するフラットスペースになった後、その後2022年までにビルを建て替えることから、ショールーム及びソニーストア銀座等を同ビルの4階から6階に移転する。 2016年9月24日にグランドをオープンした。8月3日に近い部屋ホールが先行オープンしている。名称の銀座プレイスのプレイスとは銀座の中央に立地する商業都市であることを表現し、訪れる多くの人たちに親しんでもらうように考えた。ありがとうございます。